次が素材とと質感設定という形になりますあとグルーピングもちょっとやっていきますがそのグルーピングはアニメーションのところでやっていきたいなというふうに思いますまず質感設定のところいきましょう質感設定もですね MaxMaya 両方ともレンダーラーとしては今メンタルレイと呼ばれている非常にハイエンドのレンダリングプログラムを標準で実装していますで CGY はですねやはり、まあ、一昔前ですとやはり設定がすごく難しい というのは印象的にあるかと思いいまます確かかに難しし分ありましたかなりライティングであるとか質感設定のノウハウがないとフォトリアルなイメージが作れないとかできたとしてもものすごく計算時間がかかってしまうとかいうことがありましたが昨今のこのレンダリングのテクノロジーですごく進歩してましてとにかく物理的に正しい値を入れると物理的に正しい結果を出すと。 いいう,うに変化をしてきてきますなので例えばライトの光量にしても以前ですと例えば強さが1なのか100なのかってなんか定義がわからないような値で設定していたものが最近のライティングの設定ですとカンデラとかルーメンとか実際現物にあるライトの物理的な強さを与えるとそれに伴った明るさの絵ができるという結果になっていきます。じゃあままず質感を設定しましょう まずこのボディの部分を選択していきますが質感設定するのがこちらにあるマテリアルエディターというものでやっていきます。ここれですね、えー、これ今回はちょっとマックスをベースにしてやってますがマヤでも同じような形でマテリアルの編集がもちろんできるようになっています、えー、じゃあこの中で,です、ねえー、今、ベースとなっていますのがここにあるアーキアンドデザインと言われているマテリアルの属性を与えます。 でこの属性も完全にメンタル例のレンダラーに特化した設定になってますので難しいのかなというふうに思われるかもしれませんが何のことはないですプリセットを全部用意してますこれから自分が作る素材はプラスチックなのか金属なのか木材なのか鉄なのかそういったものを設定します今回はこう工業製品で鋼、まあの系ですので、まあ、石でできてるわけはないですから、まあ、石でできてるものも一部ありますけれどもプラスチックにしたいと思いますね 光沢プラスチック艶のあるプラスチックだよという設定をしますで割り当てましょう、まあ、今ちょっと規定値なのでちょっと茶色いなんか土みたいな色になってますけれども、えー、単純にこれプリセットファイルを読んでるだけではなくて実際には 物理的にに正しいパラメータをすすでで仕込んであります先ほどパナソニックさんの大学さんと一緒に共同でですねいろいろ質感を追い求めたっていうのがありましたけれども最近そういった技術がかなり進歩していまして例えば物の拡散の方向はどういう向きに拡散していくのかとか。 例えば光が当たるとベクトルで分離して反射をしていくというようないわゆる光の物理的な動きというのがありますけれどもそうしたものを加味してプラスチックという一般的な素材、まあ、多分塩化ビニールとかポリエステルとかそういったものになると思うんですが光が入った時にどのくらい光が吸収されて反射する角度によってはどのくらいの角度でこんぐらいの強さの角度がいくんだよといったものをすべてプリセットでつけてあります。なのでここにある BRDF というパラメータに ててそのまま属性が入っているからなのであとはユーザーさんは色を決めるだけで終了です。じゃあ、色は赤にしましょう。えー、赤いシェーバーにします。えー、同じようにですね、えー、じゃあ、こちらのクロームの部分、これも同じような設定をしてみたいと思いますが、えー、こちらもプルプルと選んでみると、クロームッキというのがありますね。えー、この設定をして割り当ててしまいます。これで終了です。 まあ実際にはこのシェーバーのデータインベーターのデータをフルで持ってきてますので中を見るとこういった基板とかモーターのデータが入ってますけれども、えー、大丈夫そのまま使うことができますすみません私モーターも隠しちゃいましたねいいか今日はちょっとそのままいっちゃいましょう、えー、ごめんなさいちょっと設定安定で消しちゃったのでもう一回戻りますはい、えー、こんな状態しました